あなたの寄り添う心を待っている人がいる。ナーシングホームどんぐり。弊社では看護師国家資格取得制度やアパート支援制度など手厚いサポートを行っています。看護師国家資格取得制度、準看護師の方が看護師国家資格を取得するための制度です。準看護師として入社してから半年経過した方で看護師国家資格の取得を希望される方は、放送大学に入学していただき必要な学科単位を取得していただきます。その後、準看護師としての実務経験が7年を経過した方から、提携先の専門学校にて専門分野の講義を受講、臨地実習を経て働きながら全ての必要単位を取得し、国家試験を受験できます。放送大学専門学校でかかる授業料等は全額弊社負担です。アパート寮支援制度、提携している不動産会社が管理をしている物件の中から弊社の近くの物件を会社がご用意いたします。入居時にかかる敷金、礼金、最新の新品家電、家具は弊社負担でご用意いたします。ご本人の負担は月々の家賃や光熱費のみになります。一人親世帯として生活の基盤を整えたい方、遠方から就職される方、親元から独立したい方に人気の制度です。こちらで体験入職という制度がありまして、その業務内容とかをやらせていただいて、スタッフの方の人の良さと、あと利用者様の和気あいあいとした姿がとても印象的に残ったので、こちらで働きたいと思いました。入社したきっかけは、お年寄りと話すことが好きで、性看護師資格取得制度があったことを見て入社を決めました。まずこの施設に体験入職というシステムがあって、そこで数日間体験させていただきました。今まで介護現場でしか看護師として働いてきてない私なんですけど、こちらもまだ何年かしか経っていなくて、とてもやりがいのある、まだまだやることがたくさんあるなという施設に見えたので、自分でどれだけできるかこの施設でやってみたいなと思って入職しました。今性看護師の支援制度を使って、性看護師を目指している最中です。金額の方は会社に全額負担していただいております。社長の方から準看護師さんを伸ばしてあげたいっていうところと、準看護師では学べなかったところを学んでうちの施設のために反映してほしいというお話もありましたので、4月から学校の方をスタートさせていただいて、通わせていただいています。仕事も行いながら学業の方も無理なく両立できる環境を整えていただいています。不動産会社の方を紹介していただいて住んでいるんですけど、アパートの方は敷金礼金を支払っていただいて、家電一式の方を揃えていただきました。一人暮らしを始めるとなると、家具一式ですとかやっぱ揃えたりするのもやっぱ時間もあとお金も結構かかると思いますので、そちらの負担も結構なくなりますし、なおかつすぐ住むことができましたので、プラスあと家電とかも自分がその仕事中に運んでいただいたりとかしたので、そちら本当にありがたいと思っています。看護師、介護士ともに境目がありません。お互いのスキルの高いところをお互い共有しながら、看護の足らないところを介護が助けてくれたり、介護の足らないところは看護が助けたりという形で、お互いしっかりコミュニケーションを取りながら、とてもいい環境で毎日過ごせていると思います。介護度が結構重たい方もいらっしゃるんですけど、その分やっぱり観察も含めて、頻繁なラウンドとかをしなくてはならないという部分を含めて、やっぱその部分でやっぱその自分たちがいないとやっぱその生活が成り立たないという方もいらっしゃいますので、そういう面でもやりがい感じますし、一つ一つの処置、ケアに対してそのありがとうとか、あと笑顔を見られますと、やっぱ自分たちもこの処置、まだケアをやってよかったなという部分があるので、そこに点に関してすごいやりがいを感じます。利用者さんとコミュニケーションとか取ったり処置したりしてて、ありがとうって言ってもらえることがやりがいです。うちの施設は利用者様が
10度から、まあ、介護度3ぐらいの利用者様なんですけど、私たち看護側としてもいろんな疾患を持っている方たちに対応が素早くできることと、 LINE ワークスで先生と24時間つながっているので、安心して施設で看護を行えるっていうところはとても魅力的ですし、今後それをうまくもっと活用して利用者さんに対して、私たち働く側に対しても働きやすい職場にしていければなと思っています。会社理念をモットーに職員同士が挨拶をし、整理整頓を心がけ、とても明るく清潔な職場になっています。未経験や看護経験の浅い方でも、採血や点滴などの看護技術に関してはカリキュラムに沿ってしっかりと親切丁寧に指導の方を行っていきますので、とても働きやすい環境です。あなたの寄り添う心を待っている人がいる。